こんばんは。これは聞こえてますか？お、聞こえてるかな？皆さんこんばんは。スタッフくんです。OKOK、聞こえてる。なんかね、前回やった時にコメント欄が止まるっていうバグがあったじゃないですか。で、あれなんか調べたんですけど、なんか不具合で対処法なんで、まあ、もしかしたらまたコメント欄止まる止まってしまうかもしれないんですけど、今は携帯の方でちゃんとコメント欄も見てるんで、もし止まったとしても大丈夫です。めっちゃ途切れてる？嘘。俺が悪いのか？治った？接続が悪かったのかな、根元の。ちょっと待って、ツイートするか。ちょっと待ってくださいね。ツイッターで共有しとこう。ちょっと待ってね。くそ、携帯が扱いづらい。始めました。頑張りますと。よし。よし。やっていきますか。こんばんは。じゃあ早速もう始めていきますか。ちょっとパスファインダーのスキンを変えました。スタッフは今、日本です。日本にいます。実家にいます、今の。じゃあ、やっていきますか。コロナ大丈夫かな？まあ、ほぼ、だって日本でも今、出てるくないですか？コロナって。解除されてしまった。こんばんは。これずっと開いとかな。ついてこれないなら諦めなさい。楽勝やねって。いやいやいや 楽勝じゃないです。敵を殲滅する。ありがとうございます。コロナ気をつけますね。仕事の邪魔しないで。ゲーム実況見るの面白いし楽しい。あ、そう言っていただけるとありがたいです。今回のチャンピオンを紹介します。元気ですか？元気ですよ。でもただ全然やることがないっていう。なんで結構暇してますね。ここに着地しよう。今日はマーキーさん、今日はね、了解。特に何もしてないです。マーキーさんとは全然会ってないですね。最初東京で一緒に、まあ一緒にというか、まあ東京で一緒に行った時だけですね。今月一緒に会ってたのは。こっち帰ってきてから一回も会ってないです。まあ、それ会えないですよね。だって、マキーさん、東京でこっち、兵庫いるんですもん。ちょっと待って。充電器取れた。コントローラーの。さあ、敵はおるかな。ずっと家、
ずっと家です。みんなリングは遠いわ。まあでもその友達と遊びに行ったりとかしますけど、それ以外はほとんどいいなすね。敵おるよね。敵を確認、近くにいる、移動する。おお、撃たれてる撃たれてる。ちょっと待ってよ、マキリ福岡から帰ったの。あ、福岡の動画あれですよ、この間の2月のあの TWICE のライブの時に行った時の動画です。あの僕が SD カード家に忘れて、それがそれがあのやっと届いたというか、まあそのデータがちゃんと手元に来たからっていう感じです。なんで最近福岡に行ってたわけではないですよ。これ上おるよな。こんばんは、見に来ました、ありがとうございます。左おる。ちょっとやばい、ちょっとやばい、回復ないもんな、これしんどいな。うわ、これきついな。ちょっと待って、回復ないのはしんどいぞ。どうしようかな。ちょっとどうしようかな、これ厳しいな、死ぬかも。あれ回復っぽいな、ゲットできるかと。あ、やべ、ミスった、やばい。リングまで遠い、あ、全然知らなかった。あ、そう、ごぼうの唐揚げめちゃくちゃ美味しかったです、あれ本当に。武器はないかしら。セルミットグレネード行くよ。残り45秒。リングは遠いわ。一旦逃げる。昨日食べてきた。あ、ジョイフルですか。で、僕ジョイフルこっちにいなくて、なんかマジで行ったことなくて、ジョイフルに。いや、ほんまに回復ない。どうしようかな。わ、めっちゃ追いかけてきてる。終わった。無理。関西にもあるよ、ジョイフル。いや、でも僕の近くにはなくて、住んでる。ちょっと助けて。この間と同じゲームです、これ。風邪ひいてるんですかって。いや、風邪はひいてないですよ。やっぱ九州には多いんかな、ジョイフルって。ほら、やっぱジョイフル全然知らん人がおる。あ、遅いけど効果的よ。声若干苦しそう。え、マジですか。投下地点に向かう。そこに捨てる。助かる。気にしないで。新しいキルリーダーには気をつけて。初見です、こんばんは。高知にもあるんや。いや、風邪ひってないです、大丈夫ですよ、心配しないでください。ヒョンヨンちゃんの金髪はめちゃくちゃ可愛いと思います。花粉症、あ、花粉症はあります。花粉症はめちゃくちゃありますね。待って、やばい、
やばいね。リロード中だ。うわちょっと待ってスタッフ女の子の髪型ショート派かロング派むずい。その質問でも、どうやろうな。なんか昔はロングやったんですけど、今は別にショートでもいいかなっていう感じですね。コロナじゃないんですかって、あのね、なんかそういう症状出たらすぐコロナって言うんですけどね。もうコロナなわけないじゃないですか。やばい。ないかと思いきやね、売ってたんですよね普通に。でもめちゃくちゃなくなってました。修理中。来年からここなんですけど友達できるか。てか俺これめちゃくちゃ仲間売ったりしてるけど仕方ないよね。ここね、僕も最初は全然あれでしたよ。友達できなかったですよ。もう人見知りすぎて、あの身体測定あるじゃないですか。それまでずっと窓の外眺めてましたもん。ゆうじくん、今日こそはちゃんとチャンピオン取るよ。任して。マップ見てる？舞台がチリチリになってるよ。任してくれ。次のリングはかなり遠いよ。なんか申し訳ないな味方。仕方ないか。頑張るよ俺一人で。文化祭何色にするか迷ってるってなんか難しくないですかその質問。文化祭の色ってどういうこと？なんかそういうカラフルな色とかそういうやつじゃなくてっていうこと？難しくない？その質問。ヤッホーって言ってやーってヤッホー。ブラックを使うよ。あれなんか誰か死んだな。あ髪の毛の色。あ髪の毛の色か。むず。髪の毛の色。おお敵いるね。どうしようか。ちょっと3対1はきついけど、この武器じゃきついな。リングが閉じるまで残り1分。幸い遠くはない。毛先どうか。自分がやりたい色をやるのが一番いいと思いますよっていう投げやり。小屋コードみたい。あ、そういう、そうです、そうです、そんな感じです。ルール的にというかそんな感じですね。閉鎖まで残り30秒。ワクワクするな。コロナで暇ですねって。何回同じこと言う。エーペックスに課金とかしました？してないです。ユージ君は一緒にゲームせえへんの？一緒にねできたらいいんですけどね。できるんかな。敵おるやん。ちょっと待って。よし、次のリングに入った。厳しいぞ。楽しいですか？楽しいですよ。うわ、敵おる。報告、ケアパッケージを輸送中です。うわ、どうしよっかな。逃げる？逃げる？逃げる？ランクマッチ。ランクマッチね、やります？これ終わったらじゃあ次ランクマッチやってみます？モバイル PVBG もこういう生放送できる。あ、どうやろう。携帯やんな。
アプリ、他のアプリ使えばできるんじゃん。これはそのままプレフォー自体からさできるけど、どうなんや。スカイピースのプリンの動画見ましたよ。めちゃくちゃ面白かったです。こんばんは。スタッフくんだよね。スタッフくんですよ。違う人に聞こえます声。次のリングに入った。これで安心だ。武器が全然ない。きつい。いや戦いに行きたいんですけど、ちょっと武器がちょっとね。こんばんは。微妙だね。スタッフくんって今どこにいるの？日本ですよ。あ、やばい。こしたでいいや。あー、G7 か。どうしようかな。スタッフです。スタッフくんです。やばい、敵来てるな。近くに。あ、上上がってる。敵発見。敵だ。え？だからかけっすよって。まあ別に弱くはないんですけどね、この武器。でもやっぱ他の武器に比べると。ブラックルを使用。でも残りも。待って、めちゃくちゃ敵の音してる。全然おるよな、ここ。入ってきた。今日は何時頃まで？何時やろ。死んでよ。2回入ったか。おおった。エイムが。うわやべ。やばい、死ぬ。死んじゃう。ちょっと待って、死んじゃう。ちょっと待って、きつい。自己修復中。危ない。危なかった。あと5部隊、あと11人。やばい。右に寄る。うわ最悪。無理。はいはい。くそ、全然喋ってなくない。いや喋ってますよ。ちょっと今その一瞬を見られたんでちゃんと喋ってます。負けました。そして1位3回取るまでめちゃくちゃ難しいですよそれ。まあこれ1回目なんで、まあ練習みたいなもんです。次からちゃんとやりましょうっていう感じでやっていきましょう。本物が来てるらしいです。本物やんっていうあれおもろいよな。
いやー、申し訳ない。みんな暇だね。準備して。みんな土曜日のこの時間暇してるんか。土曜日、今日土曜日やな。日曜日、準備完了。どっちやったっけ。土曜日やな。力を合わせれば勝利に恵まれる。いや、なるべく早くチャンピオン取りたいな。長引かせたくはない。今回のチャンピオンです。まあ確かに外出あれってもうほぼ全部なんか東京都らへんだけな気がするけど、聞いたのは。あ、俺マジか。僕がジャンプマスターだ。でももうそうなってくると、でもみんな外出なんかやめようとか言われても全然するよな。ここに着地するのが変わるんかなっていう。あ、関東全部ない。了解。君が人間なら息を止めることをおすすめするよ。なんか友達、その関東におる友達とかにバイトの状況聞とか聞いてもなんか全然あるみたいな言ってたし、どうなんやろそういう結局はみたいなところあるやん。来る人がおるからバイトもこう減らされへんわけやし。やってくる。やばい。シールドリチャージ中。買おっかなーって。これですか？これをですか？このゲームはタダですよ。買わなくても。やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばい、負ける。引っかかった引っかかった。ちょっとやばい、マジでやばい、これ。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。引っかかった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 。つまだ追っかけてきてんの。故障箇所修理中。撃たれてる。戦闘中。リロード中だ。今日もう敵多い。てかもう武器がない。弾があと10発しかない。ちゃんと回復し、うわ、おるおる。よしよしよし。敵を撃つ。私たちだけ互いに援護するしかない。あ、こんな感じで殴っても殺せます。ダメージを与えれるんですよ、殴っても。アドバイスだけはしゃっかり。確かに。え、てかいつの間にか味方死んでるやん。味方のバナーをチャンピオンが倒されたのか。あまり強くなかったのか。うわ、まあ痛々しいのは仕方がないことですよ。それが戦争というものです。味方助けて、助けるよ。ちょっと待ってよ。ビーコンのところまで連れて行ってあげれば射出完了。生き返らすことはできる。これで生き返ります、味方は。死んでもああやってなんかバナーみたいなのを解消すれば生き返る。え、また死んじゃった。生き返ることができるんですよ。すぐに行く。やられてる。
みんなリングの中だね。上におるな、これ。仲間を回収するチャンスだ。これでもう一回アッコに行けば。やった。リロード中。これで部隊は全滅だ。おお、勝てた。ワクワクするね。危ねえ。焦った。マジでなんかほんま緊張するわこれ。謎に。心臓バクバクやもんな。次髪の毛、もう一回俺同じ色しようかなと思ってるんですよ。あ、もう一回光らせろって。ちょっと待って、行く行く行くから、ちょっと待って。え、敵おる。標的を確認。でも行き返す、先に先に行き返しますよ、僕は味方を。ナイスナイス、ありがとう、ナイス。青はやっぱり僕が好きですね。なんかやっぱ寒色の方が似合うって言われるんで、なんかそういう感じにしちゃうんですよね、やっぱ色を。結局で、なんか結局シルバーになるんですよ、色が落ちてきて。さて、派手に行きます。いつもその流れです。でもなんか赤とかもいいんですけど、まあ、なんか自分で普通に想像しただけでもなんかやっぱ似合わんかなっていうのを感じてしまう。ん？敵おるやん。待って、敵何おる？いや、ちょっときついって。それがきついって。降りるよ。味方どこ行った？味方エリアをスキャン中。シールドリチャージ進行中。どのくらいの頻度で美容室？うん、昔はでも1ヶ月半とか1ヶ月ぐらいで行ってたんですよね。逃げてーって。ちゃんと回復して、回復した回復した。これマジでコメント見ながらって難しいよね。どうしようかな。エリアをスキャン中。ん？どこ行った敵？おおお、どこや、何階や何階や。一番上。やば、逃げまーす。敵を確認した。リロード中だ。敵が近くにいる。見つかった。脱出する。撃たれてる。シールドリチャージ進行中。待って、味方全部死んだ。ちょっと待って、それはきつい、それは厳しいぞ。ここ場所が悪い、上取られてるのがしんどい。ちょっとどうしよっかなこれ。え、抜けたし味方一人。なんですぐ抜けんねん。どうしよっかな。頑張って降りてきてる味方が。来てこっち来て、こっち来て。僕がいる。やべ、来た。いやーもう無理、それは無理。また負けちゃった。くそ、全然あかん、全然あかん。なんでやろ。いや実はね、今日配信するってなって、まあ、ちょっと練習したんですよ。その時ね、ちゃんと1位取ったんですけど、
ダメやね。ちゃんと配信中でも撮らないと。ほんま次こそはちゃんと頑張ります。そろそろ違うキャラ使ってるとこみたいみたいなあります？諦めないこと。ちょっと違うキャラ使いますね。そう本番でできなダメですよねやっぱり。そうなんかね緊張しちゃうんですよねやっぱり。ゼロキル使ったことないこのアカウントで。あれ使ったことあったっけ俺。使ったかな。瞬きしないで見失うわよ。覚えてないわ前回。でもユージ君こういうゲームうまそうよな。私がジャンプマスター。 PUBG うまいし。どこ降りよっかな。ここに着地するのがいいと思う。どこどこ。いやいやそんな急に言われても。決めましょう。もう一回ここでいいや。ここリベンジします。あそこ降下する。こらえて。そうこのゲームしてたらマジで時間経つの早いんですよね。1位みたいです。いやマジで頑張ります。1位取れるように。いやー PUBG 実況マジでやりたい。なんか調べてみたら。てかさあーでもユージ君あれなんかパソコンでできへんのか。いや味方同じとこあさらんとって。すでにリング内は。あ、あーまあ、え味方やられてる今。攻撃を受けて敵をダウンさせた。よしよしよし。パソコン無理なんか。あれ行くからしてない。いやもういつも弾なくなる。敵がダウン。うわそれはやばい。うわそれはやばい。ダウンしてしまった。それはやばいわ。いやじゃあ味方さ俺やから。俺やから。それ俺やから味方。ちょっと味方に撃たれるっていう謎な現象が起きてた今。どういうこと。いや来てるで。敵来てるよ。敵来てるよ。敵来てるよ。うん、そうなるよ。うわもうまた負けた。くそ全然勝てんやん。なんでこっち行こう。そうか、てか俺レイス使ってるんか今。でもユージ君は絶対いつかホラーゲームしたい。実況いや仕方ない。一瞬ちょっと頑張る。ちょっと本当に頑張る。悔しいな。全然勝てんの悔しいわほんま。なんでなんやろな、ほんま。頑張って、楽しんで。よし。すべてを見つけに行きます。もう一回レイスを使います。初見です。こんばんは。頑張れスタッフ、ありがとうございます。一時の道は遠い。いやいやいや、遠くないですよ。あと3歩ぐらいです。ビビってるとでも思ったか。俺は自分の足を吹っ飛ばした男だぜ。目標はマジ1時間以内。なんならこれで。私がジャンプマスター。また俺がジャンプマスターか。ここ行ったら負けるみたいなけど、やっぱリベンジしないと。着地はここに。
勝つまでやり続けないと。オッケー、降下する、こらえて。でこれってやっぱり味方と連携取れた方がやっぱ強いんですよ。まあ言い訳にしか聞こえないと思うんですけどね。よいしょ。うわ、敵いっぱいおった、敵いっぱいおった、やばいやばいやばい、敵いっぱいおった。いや、ユージコ、てかみんなあれやってるじゃないですか、動物の森。めちゃくちゃやりたいんですよね。あ、てかランクマするって言ってたけど全然忘れてた。これ終わったらランクマいきますか。うわ、敵おるな。あ、やりやってる。めちゃくちゃ違うパーティーがおるぞ。これは行っちゃう、戦いに行っちゃう、戦いに行っちゃうべきですか、これは。あれ、なんか死んでるぞ、敵がいっぱい死んでるぞ。おー、俺この武器嫌い。あ、やった。スマホのゲーム、ちゃうちゃう、スイッチスイッチ、動物の森、最近出たやつ。攻撃を食らってる。え？食らったわ。射撃開始。P20 めちゃくちゃ弱い反動。え、韓国でもそんな人気なんや。よし、敵を仕留めた。倒したね、さすがだ。よしよしよし、いいぞ。P2020 は違うよな。逃げた。うわ、やば、やられちゃった。あ、フィニッシャー決められた。全然負けた全然負けた。もう全然あかんやん。素手で倒すの笑っちゃう。カービンを単発にして使うんか。うわ、マジで全然勝てへんやん、やばい、やばいぞ。やっぱ勝たないと面白くないよね。申し訳ないです、頑張ります。さあ、でもなんかユージ君ってゲームしてるイメージないよな、なんかあんまり。こんばんは。なんか PUBG はさ、だって俺びっくりしてたやん、 PUBG やってたことに対して。あ、またランクマ行く、忘れてた。スモークを焚いて敵を掃討する。私はレイス。これ終わったら行きましょう、ランクマに。大丈夫、援護は任せない。マグマみたいなとこ落ちても死なないんですけど、ダメージ食らいながらこう空飛びます。
今から PS4 買うのって遅いですかね。どうなんやろ。でもなんかもうすぐ5出るみたいな聞きましたけどね。どうなんですかね。ここに着地しよう。それ次第じゃないですか。もうほんまにすぐ5出るなら我慢して5買った方がいいっちゃいい気もします。落下ダメージないですよこれ。 PS5 で出るんですか。わかんないですもん。全然疎いんでそういうの。 Apex は面白いです。こういうゲームが好きっていうのもあるんですけどね僕が。いつもとは全然違うところに降りてる。これはもうチャンピオンやわ。チャンピオン取りました。PS5 は年末らしいです皆さん。年末にコールオブデューティー、あの新しく出たやつ。俺もてか俺昔それをやってたんよずっと。コールオブデューティー、コールオブデューティー BO4 とかやらないんですか。BO3 までやってましたけどそこからやってないですね。まあでもあれか、今はもうスイッチとかの方がやっぱ持ち運びできるからな。プレフォーはできひんからどうしても。スタッフくん頑張れ。正直好きマーキュリーありがとうございます。頑張ります。スマホあるの？どういうこと？スマホあるの？ああ、COD モバイルね。ああ、それ言ってたやん俺、ゆうじくん。あの、韓国でできへんって言ってたやつ。ゆうじくん、韓国でできないよ、COD モバイル。今は分からんけど、多分まだできてないと思うけど。俺もやろうと思ってさ、入れたけど韓国でできなかったやつ。スマホのアプリで PS4 のゲーム。え、そうなんですか。いや今度こそ勝ちたい。勝たなきゃいけない。さすがにそろそろ勝とうよっていう話ですよ。え、韓国語あるん？初めて知った。そうなの。まあでも敵と戦わないと面白くないっていうのもあるよな。やっぱり見ててやりにくか。まあ敵がどこにおるかよく分からんけど銃声がしないと。偵察しましょう。ラジャ行くで。てかもうそろそろ3月も終わっちゃいますね。もうすぐ4月ですよ。ゆうじくんゲーム実況始めたら頑張ってね。ゆうじくんは上手いからな、すぐ勝てそう。でも COD っていろいろあるよな。あのなんかゲームモードみたいなやつ、
チームデスマッチだったりとかさ、サーチ&デストロイとか、一回死んだら終わりのやつとか、何回死んでもいいみたいなやつもあるし、敵来てるやん。こっちでアイテム保管庫を発見。見つかった。脱出する。撃たれてるわ。アークスター。テルミットグレネード。行くぞ。シールド。どうするやりに行く？やりに行っちゃう？スモークたくんかーい。スモークたくんかー。ちょ見えにくいなそれは。くそー。スタッフくんよく知ってますね。もう、まあ、やってたんでね。うわ。うん、やばい。うわ、エムクソや、やばい。よしよし、ヘルドクラウド、ヘルドクラウド。必要ならヘルスドローンを使いな。サンキューサンキューサンキュー、ナイスナイスナイス。PS4 の画面はなんかプレフォーな機能でできるんですよ。ポータル作りやがった。リロード中。まあどうしよっかな。とりあえず核核入れよう。敵を倒した。あ、保管庫の鍵持ってる。いいじゃんいいじゃん。鍵を拾ったわ。こっちにポータル。チャンピオンが撃破されました。チャンピオンが倒れた。開けちゃう。保管庫開けちゃおう。保管庫を開けた。イエーイ。最高最高。うわ、行ったぞ。撃たれない撃たれない、いける。いい武器ですか？いや武器的には別に、でもあの防具がめっちゃいいです。この金色のアーマー、これがあの回復するときとかにめちゃくちゃ高速で回復するんですよ。で、あ、これいらない。で、あのこのシールド、この六角何角形これ、二シール六角形か、六角形のやつが一回死んでも自力で一回だけ、ああの死んでもつったダウン状態です。ダウン状態からでも一回だけ復活できるっていう。やつです。リングのカウントダウンが始動。味方か。リング内有利な位置で、この金のヘルメットはあの画面の下の真ん中の方に L1R1 って書いてるやつあるじゃないですか。これのスキルが溜まるのが早くなるってやつです。韓国には帰りたいですね。日本にいるとね、お金を使ってしまう。めちゃくちゃコンビニとか行くだけでも使っちゃうんでよね。今いいの見つけたと思った。ボディシールドを発見。レベル3ね。味方、味方切るんだ。拾ってくださいね。うん、あんまり速さ分からんか。そうやな。あと9部隊頑張って。ありがとうございます、頑張ります。あと9部隊なんでね、頑張って勝ちたいですね。これはチャンピオン取りたい。シールドセルバーもらっとくか。駄菓子めっちゃ買ってますよ。G7 でもいいんやけどな。こっ
韓国で好きなチキン屋さんは、キョチョンチキンです。僕はこれ不動です。僕の中で不動の1位。スタッフ君マーキュリーさんより好きってありがとうございます。あ、敵や。こっちを探索しましょう。ちょ、それやばいな。どうする？遠距離を。ありがとう。一旦下がった方がいい気するけど。残り10秒。敵に狙われてる。みんな、ここへ行きましょう。リロード中。キムサナチャンネル知ってる？うん、知らないですね。新大久保行ったことありますね。いや、死ぬそこで。いや、どうする？うわ、行ってるやん。いや、てか別パやん。この部隊に攻撃を仕掛けてきた。サヨネ。ケアパックシールドをリチャージ中。ケアパックに効果。いや、きつい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 。攻撃を受けた。一旦逃げる。私たちだけに。やばい、死んじゃう死んじゃう。いや、最悪。もう挟まれた。終わった、終わった。くそー、最悪や。でも新大久保で何か買った記憶がないな。なんかご飯食べただけな記憶があります。そう、申し訳な、全然勝てへんな。全然ダメやな。ランクマッチに行こう。今度こそ、今度こそです。何時までやる？何時まで？そうですね、長くても日変わるぐらいですかね。韓国のお菓子でおすすめか。韓国のお菓子とおすすめってむずいな。何やろ、何食べてるかね、いつも。あ、でもなんかあのおっとっとみたいなやつで、味はあれなんて言ったらいいやろ、あの味。ちょっともう一回パスワインダーでやらせてください。敵を殲滅する。なんて言ったらいいやの味。何やろ、思い出されん。どうするした、あの味。我々も支配者となる。何やろ。あ、出てこん出てこん。今回まあそれがあるんですよ。そのおっとっとみたいなやつが、それ美味しいですよ。あ、パクリのやつだねとかそういうことは言わないでください。じゃあまあ飛びますか。え、俺がジャンプマスター。どうしよっかな。ここでいっか。ここに着地するのがいいと思う。明日8時からバイトなんですけど。楽しい長距離落下だ。いやいや、こんな無理せずちゃんとゆっくり睡眠とってくださいよ。こっちには何があるかな。軟骨は僕開いてないです。なんか開けようかなとは思ったことあるんですけど、なんかタイミングがなくて。ピアスは何個や、
1,2,3 個か、3個ですね。右1個、左2個です。敵や。グラップルを使うよ。敵がダウン。追っかけるで。攻撃されてる。ダウンさせた。うん、一回知る。ナイスキルだ、相棒。やばい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 、全然回らん。うわー、やられた。頑張れ頑張れ頑張れ、そいつだけやと。ナイス。まだこれは終わってません。これ味方が勝ってくれたんで。ん？敵来てる、敵来てるで。味方敵来てるで。逃げた方がいいんじゃない？味方。戦う気？頑張れ、逃げろ逃げろ逃げろ。逃げろ。うん、まだ漁る、まだ漁る。ほら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 、やばい、逃げろ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 。よし、いいぞ、その調子や。そのまま逃げろ。全然逃げていい。最後に勝てばいいんだ。逃げて。よし、ナイス。これでまた望みは繋がれてる。ここで生き返ればまだチャンピオンへの道は閉ざされてない。よし、復活です。敵も多分追っかけてきてないかな。そう、生き返れるんですよこれ。死んでも時間内に味方があのバナーを回収してくれて、この緑のところに持ってってくれたら生き返れるんですよ。ああ。COD もそんな感じなの。新しいやつかな。あ、 P2020 でいいか。とりあえず味方は、あ、そっちか。よっしゃ、味方一人抜けちゃったんですけど、もう待って、びっくりした。味方か、焦った、めちゃくちゃ焦った今。うん、シールドが欲しい。あ、まか、上行こうか。アーカイブ残ります、残ります。うわ、あされてるぞここ。お、1目指し、ま、目指します。1を目指します。ちょっと待って、誰か飛んできてる。やばい、え、味方が飛んだ今、違うよ。あ、そうなんや、 COD もそういうモードがあるんや今。いや、おるよな敵。ちょ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 、
さすがにアーマーなしはきついべ。いや、おるやんおるやん。ここに敵がいる。眠いですが、じゃあ眠たい人のためにもうこの試合でチャンピオン取って終わらせようと思います。ちょっと待って、マジでない。あーま、うわ敵やん。あった、なるほど、エリアが来てるんか。もっと見たい人のもっと見たい人もっと見たい人のためにはどうやろう。それ難しいな。もっと見たい人のためにはまた次の動画で。確かにもう1時間経った。早いな、やっぱすぐ経っちゃう時間が。でもな、このランクマッチっていうのをするとあれなんですよね、舞台減るのが遅くなっちゃうんですよね。みんながここにポイント出てるじゃないですか、右上に何ポイントプラスみたいな。でこれをこういっぱいポイント取っていくとランクが上がっていくんですよ。でみんなそのランクを上げていくのを目的としてるから、やっぱ死んだらポイント多く取れないから、こうなるべく順位でもポイントがもらえるんですよ。おお、撃たれたな。どこや、どこ、え、後ろ、わからん。でなんでみんな芋っちゃうんですよね、隠れちゃうんですよね。下におるよな、違う、なんかおるよな。ラウンド2、リングのカウントダウン。やっぱそこよな。どうしようかな。まあどうしようどうしよう。どっから撃たれてる？あ、おった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 。逃げようか、おったスライディーン。狙撃ありますよ、スナイパー全然あります。僕が全然使ってないだけです。隠れて、え、いや、おる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 でおるでおるでおるおるおる。敵が近くにいるよ。これはやばい、また挟まれてる。ね、僕立ち回りめちゃくちゃ下手くそなんですよね。うわ、これやばい、マジでこの状況。サイドに寄るっていう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、焦ってる焦ってる。グラップルしよう。シールドリチャージ進行中。荒野行動は昔やってたんですけど、もうしないですね全然。いや、味方俺を置いてそっちへ行きやがって。うん、そこでいいや、そこでいいや、降りまーす。逃げる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 。グラップルを使うよ。よっ、奥田こんにちはーって。いや、だってほら、まだ14部隊。いや、まだ全然チャンピオンになってないんで安心してください。あ、敵来てる。敵を確認、こっちを探索しよう。来てるよ、来てるで。どうしよっかな。なんかマジでこっちのアカウントでやるとね、こう動きが硬い気がする。気のせいかな。
うん、紫はきつい。気をつけて。グレネードは。リロード中だ。敵をダウンさせた。ナイス、味方ナイス。よし、おお。仲間と、喋れるっちゃ喋れるんですけど、今は喋れないですね。あー、緊張した。アーマーズー、味方。あれ、全然回復できてなかった。視聴者参加型もうちょっと後でですって感じです。これいらない。あ、注射器持ってなかった。やばやばい、敵来てる。ですよね。逃げません？逃げません、ミクトさん。こっちを探索しよう。行くぞ。これじゃ足りねえ。まだまだあげるぞ。てかずるいわ、味方だけ紫。PC でできますよ、これ。このゲーム。よし、残り9部隊。頑張ろう。せめて青アーマー。うん、敵いるやん。いや、敵。いや、なんで武器持ってたやん、俺今。持ってなかったかな。頑張れ。いけるやん。ナイス。ナイス。生き返して。さあ、起き上がってくれ。ほら。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーが生まれました。もう起き上がることはないな。リロード中だ。この頃はドアの開け方分かってない。もうリングの中だ。ケアパッケージ。え、開いてるやん。いつの間に開いた。びっくりした今。急に扉の開け方分かったみたいな。そう、味方うまい。てか味方金シールドやん。紫捨ててきたん。マジ？ちょ、紫欲しいんやけど。うん、おるよな。あ、やり合ってる。ちょっと回復くれんかな。回復くれんかな。あ、くれなさそうですね。回復くれなさそうです、味方さん。うわ、敵いってるわ。さっきエリア行っちゃおう。いや、マジでこの体力はきついで。味方絶対いっぱい持ってるやん。くれへんの。ちょっともう一回やってみよう。回復がいる。回復ください。君を置くたんですよね。ないん。その動きないってことでいい。そういうことね。オッケー、理解。そういうことか。置くたんやから取らんかったってこと。開いてんな。全然無理やん。きついなこれ。回復なし。あー、まあもう白やし。ちょっと待って、後ろで生き返ってるしさ、敵。
いや、内動機なのか分かんないです。なんか、なんとなくそんな感じしただけです。そうなんかなっていう、ただの予想。あっちに敵がいる。ちょっと回復ないんきついって、マジで。リング閉鎖まで残り30秒。ギリギリがお好みか？いいね。何？俺が投げられた今。ん？あ、飛んでる敵。撃たれてる。え？回復中。くそ、無駄に投げ。テルミットグレネード。登ってる音聞こえん。リングが閉じるぞ。自分を追い込むのは好きだが、こっちから行こう。こっちに行こう。俺を撃ってるのか。ん、味方やられてない。てか敵いない。こっち回復中。くそ、何何。ん、敵おる。レース開始。うん、やばい。うわ、やべえやべえやべえ。待って、挟まった挟まった挟まった。うわ、最悪。あー、負けた。5位で。やばい、全然勝てんやん。マジでやばい、ほんとに。いや、でもやっぱちょっとランクマッチ長いんで変えますね、元のやつに。今日勝てる気がしないって、そんなこと言わないでくださいよ。わかんないじゃないですか。くそ。いや、申し訳ない。やっぱチャンピオン取ったこう映像をね、皆さんにお届けしたいんですけれども、なかなか勝てないっていう状況でございます。さあ、悔しいな。エイムが悪い。そして韓国ではプレフォー持っていけたら感じですかね。私は戦いに来た。モサはスコープを使わないって。私は大砲よ。また東京ドーム公演延期になりましたね。そうですね、また延期になりましたね。日程は決まってないんでしたっけ、確か。でも中止じゃなく延期みたいな感じでしたよね。スタッフくんならできるはず。頑張ります。応援してください。いつでもおいで。アジャイシェが出迎えてあげる。ちゃんとチャンピオン取ります。僕はジャンプマスターか。じゃあまあ飛びますか。うん、やっぱりここでいいや、飛び降りんの。ここに着地しよう。了解。よっしゃ、行くぞ。頑張ろう味方。おすすめするよ。オクラさんと誰や。ま、ん、うん、読めん。いや、味方、うん、敵いっぱいおる。うん、やばい。やばいやばいやばい。引っかかった引っかかった。それはしょうがないわ。これはしょうがない。うん、しかもここハマったから俺抜けれんしね。味方に助けてもらうのも。来てもらわないと。全員リングの中だ。ナイス。ちょっときつい。コメント見てたら全然違うとこ降りようとしてたし。あ、来てくれた。こらえて、元通りにしてあげる。うん、死んじゃった。こっちへ行こう。
全然あかんやん。なんでや、なんでこんな調子悪いんや。いやまだ可能性はある。この味方が、あの、いやそこじゃないで、右やで、バナーは右やで。死にに行ったんかな、この味方は。まあ今のはあの瞬間で負けて、だって最下位やったで今、見た？ほら最下位。まあ今の一瞬やったから、言うたら今のゲームはなかったっていうことです。今のゲームは無効。次こそは本当に勝ちます。マーキーさん起きてる？わからん。あ、この人パスファインダー使うんや。いつでも行ける。じゃあどうしようかな。じゃあレイスでいくか。マーキリーさんは、うん、もう今は見てないと思うよ。我らの道が今日決まる。最初は見てくれてたけど。ふぅ、くそー、全然勝てねえよ。今回のチャンピオンです。いやオクタはね、まだなんか買うお金みたいな、お金というか、まあそういうのが溜まってなくて、まだ買えないです。買えるかな。いや多分まだ買えないです。標的を確認。ここはいい着地点になりそうだ。ていうかマスク売ってないの本当にしんどいですよね。ここに着地しよう。なんか俺のOK、だから知り合いとか、まあ、知ってる人の仕事とかもマスクつけてやらないとあかんけど、売ってないからみたいな。だからなんかもうマスク洗って使ったりとかしてるらしいです。え、アマゾンで頼んだのに届かなかったんですか？ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。次のリングまで距離があるわ。トワイス好きなの親に言った方がいい。いや、それはどうやろう。それはもう自分次第じゃないですかね。まあ別に隠すことでもないし、言ってもいいんじゃないですか、全然って僕は思います。チャンピオンが撃破されました。チャンピオンが倒された。あまり強くなかったのか。うん、敵いるね。どうしようかな。今回は勝てる気がする。思いますか。主神が眼力を与えたもう。いい武器がない。ちょっと。ちょっといい武器がないのはきついぞ。そう、早くマスクの武器、ほんと。再開するといいし、いろんなことを。ちょっと味方が戦ってる。敵がダウン。お、ナイス。やばい、やばいやばいやばい。リロード中よ。全然エイムが合わん。残りは私たちだけ。この辺り敵がいるかも。確信はないけど。ここへ行こう。シールドをリサーチしないと。
って全然動かない。やべえな、全然勝てん。ピッタマスク、あ、僕ピッタマスクでも好きですよ。回復中、でも警戒はしてる。回復しますちゃんと。新しいキルリーダーね、気をつけて。でもね、マスク買うの難しいんですよね、意外と。ピッタマスクもあれちょっとだけでかいんですよね。みんな、リングが動いてるわ。なんかピッタマスクってあれですよね、なんか花粉とか PM2.5 を防ぐみたいな。リロード中よ。あいつも激やん。よし、敵がダウン。リロード中よ。ケアパッケージ輸送中。こっちへ行こう。ケアパッケージ効果。いや、ずるくね、あいつ。リロード中よ。まあ、そういうスキルやねんけどさ。危な。あ、やべ。何歳？おやすみなさい。何歳？二十歳です。僕今。あ、やばい。間違えた。使ってもった。最悪や。使ってもった。あんまり使いたくなかったのに、ここで。そうなんですよ。なんかね、標準語になっちゃうんですよ、たまに。自分では、なんか、その標準語で喋ろうとか意識してないんですけど、なんかなってまうんですよ。その、なんでなんやろ。やっぱマーキーさんとかとおる。おったからなのか。戦闘中。お、倒した。敵に運命の時が訪れた。部隊が脱落。ナイス味方。やっぱそれのせいなんか。自分ではなんかやっぱ気持ち悪いんですよね、標準語を話しちゃった時。一番好きな歌。うん、難しいな、一番好きな。でも最近はマジで、あの、ずっと万端のオンを聞いてま す。うわ、やばい、エリア来てるやん。味方頑張れ、味方頑張って。ポータルで、いや、ポータル使わんのかい味方。気に入った曲はずっと聴けちゃう。あ、全然聴き続けれる派です。なんなら、あの、歌詞覚えようとかしてずっと聴くタイプです。ユージと電話してる？いや、してないですよ。SOS が好き。ああ、 SOS でもやっぱ僕フィールスペシャル好きですね。回復ちょうだい、回復。回復くれ。うわ、エリア遠い。敵おるやん。
治療中だ。あっちに標的。いや俺にも回復くれ、頼むから。あ、間違えた、また間違えた。もう回復がいる。回復くれ、誰か、どっちか。周囲環境をマーク中。頼むって、回復ください、お願いします、お願いしますよ、回復ください。シールドセルを発見。シールドセルは違う。いや敵おるやん、めちゃくちゃ音聞こえる。フェイスは標語言葉だけど時々標準語、標準語になるの嫌やな。別に標準語をどうとかじゃないけど、なんか自分がただただ気持ち悪い。あ、やった、回復いけた。よしよしよし。リング閉鎖まで残り1分、時間はある。 JO1 のメンバーの名前覚えてる？全員はごめんなさい、覚えれてないです。リングは近い、すいません、正直に言います、全員は覚えてないです。どうしよう、2本持ちする？救急2本持ちでいいや。リングまであと少し、残り30秒。ナマラはあれ、北海道、北海道やったっけ、北海道の方言やったっけ。違うかな、もうすぐだ。あ、北海道や、合ってる。エリア行こう、エリア。配信楽しいって言っていただけてありがたいです、本当に。行こう。マップを見て、リングが縮んでる。方言憧れます。やっぱそうなんかな、標準語とかの人からしたら方言いいなってなるから。あ、飛ぶのね。ここにジャンプタワーがある。僕今日はチャーハン食べました。ケアパッケージ交換。よし、あと7部隊。いや、おるやん。やばいやばい、どうしよう。標的を確認。これ、おるな、こっち側に。どうしようかな。早めに行って家取った方がいい説はある。うん、次のエリアはどこだ。向こうか、向こうに行くか。ふと辛いラーメン食べたくなるとき、俺はないかな、別に特に。あ、漁られてない。何してる時が一番テンション上がるか。何やろ、何してる時やろな。何やろ、分からん。何なんやろな。でも意外とスポーツしてる時はあれかも、テンション高いかは分からんけど、結構楽しんでやってると思う。トゥワイスがアムノレダンスやってるときは、いや違うんよ。いや、そのときちょうどシールドバッテリーを発見。そのトゥワイスじゃない、アムノレがさ流行っててさ、そういう話をしてたときやったから。で、それをトゥワイスがやってたから、ボディシールドを発見、レベル2ね。おおってなっただけで。
そうだから別に まあ確かにあの時はテンション上がってたと思う。はしゃいでた自覚ある。まあどうしよう、救急とカービンにしとくか。いや、マーキリーさんのあのマネはもうバカにしてるも同然やで、あれはほとんど。おお、びっくりした。お、残り3部隊やん、いつの間にか。頑張ろう。バイ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 、危ない危ない危ない。聞いて、ケアパッケージが来る。これはあの一緒にできます、友達と3人ん、まあ、自分抜いたらあ2人、あと2人ですね、一緒にできます。よし、これチャンピオン取れるぞ。頑張ろう。とかってまた2位とかで負けそう。やだなー、それはやだなパパと同じゲームしてるわ。パパとこっちにいいものがあるかも。あ、行く、そっち。了解よ、行こう。よしよしよし、エリアをスキャン中。お、いいね、グラップルを使うよ。いいね、シールドバッテリーを発見。頑張ってください、スタッフさんの。ありがとうございます、頑張ります、ほんまに。あとは僕たちのパーティーを含めてあと3パーティーしかいないんで、チャンピオンになろう、ならなきゃいけない。うん、取りたいな、あれいけるかな。でもこれ行ったらな、やられるみたいなパターンかな。大丈夫よな。うん、結構遠かった。あ、いけるいけるいける、いけるぞ。うん、ヘルメット、うん、うん、いい、なかなかいい、なかなかいい。エペックス経験はいつやる。でもこれを、これがあの配信された時にやってて、今のは取り消して、で一旦やらなくなって、でまたやり始めたって感じですね。了解。いや、来てるやん、敵来てるやん。ちょっと待って、それは違う、それは違う、それは違う、シールドをリチャージ中。それは違う。うん、だよね、攻撃を受けてる。だよね、だよね。敵とコース撃たれている、リロード中だ。いや、これやばいぞ。それしかなかったんや、俺セル持ってなかったんや。もうリングの中だ。うわ、金シールどうでやん。わーお、他のゲームで実況、他のゲームがな持ってないからな。シールドリチャージ。うわ、向こうか。うわ、そこにおる。ちょっと待って、きついなこれきついなこれ。うわ、どうするどうするこれ。エリアだってあの家入ってんもんな。うわ、やば、これきつ。あ、やばい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 、危ない危ない危ない。これきついぞ。いや、動物の森欲しいけどな。あれゲーム実況ってちょっとむずくないですか。潜ってそんな喋り上手くないじゃないですか。
いや、リチャージしたいんですけど、あ、もうしちゃっていいか、4つあるし。シールドをリチャージ中。残り30秒切った。攻撃を食らってる。バレてるもんな、そこにおるの。どうしよっかな、これ。あ、そうか、俺がポータル行けるんか。うん、作るか。ヘイ。ヘイ。縮小中。え、味方ポータル作ったのに、せっかく敵来たな。これ上登れる。やりやい、パスはいいんだ、こっちに行こう。敵確認。こっちへ行こう。ここに敵がいる。アクスタを投げる。敵が僕らを倒しに来たよ。いや、マジ動けない、ダウンした。それきついな。呼ばれた。ワンチャン注い入れる。うん、そこ無理やな。それ無理な。うん、後ろ向け、よし。頑張れ。頑張れ。修理中。どういたしまして。残り時間は30分。リングは近いぞ。残り2部隊になってくれ。故障箇所を修理中。あ、やばい、やってもた、問題なことしてもた。シードリチャージ進行中。残り10秒。リングが近くてよかった。ありがとう。フラグを投げる。うっ、舞台を撃破。正しい選択をした。びっくりした。フラグでまさかのキル取っちゃった。フラグを投げる。あれ、これ勝ちたんじゃね。あ、勝ったわ、イエーイ。チャンピオン。エイペックスのチャンピオンとなりました。はい、ちゃんとチャンピオン取れました。全然良くないけどね、スコアは。あ、よかった、やっと勝てた。やっと勝てました。いや、本当この時間まで付き合ってくれてありがとうございました、本当に。じゃあチャンピオンも取れたということで、今日はこれぐらいで終わりますかね。まあ、だって1時間40分もしてる。わあ、よかった。でも取れて、チャンピオン。初めてチャンピオン取れた。確かに。マジで魚振った。最後のフラグでだって、2キルできたもん、謎に。ということで、また、やると思うので、その時はまた見に来てください。その時はマジでもっと、こう、チャンピオン取って終わるとかじゃなくて、いっぱいチャンピオン取れるようにちょっと頑張りますね。じゃあ皆さん、こんな遅い時間までありがとうございました。日曜日皆さん何するんですか。ゆっくりしてくださいね。お疲れ様でした。じゃあさようなら、終わります。